はい、諏訪川です、現在僕は相模大野駅に来ております。今からね、ただの小田急8000型に乗るわけなんですけども、今はね、数が減ってきた、チョッパ車という、8000型の中でも古い方の、列車に乗っていきます。あちらに XR ハワツがしておりますけども、この、チョッパ車っていうのはね、ちょっと普通の8000型と違うところがあります。まずこの外観、パンタグラフのところです。パンタグラフが2、3、4とね、つながってね、パンタグラフがあること。これがね、チョッパ車の証拠であります。あと、このね、車内をちょっと見ていくと、さっき見たら、追加のちょっと短いんですよね。それがチョッパ車の、これの証拠でもあります。座席のとかはね、ほとんど変わらないんですけども、表記はね、この LCD 表記は、消えちゃってるけど、なんか知らないけど、オレンジ色の、表記になっております。ということで、モーター音を聞いて、行きましょう。明日どこ行くか分かりますか？どういうこと？はい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 、藤沢駅に到着です、モーター音とかねちょっと普通の8000型とは違いますので、減ってきている8000型チョッパ車、ぜひ1回でも乗ってみてはいかがでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。